カッピング療法を施す、カッピング療法は、水玉療法、嗅覚法などとも呼ばれ、東洋でも西洋でも行われてきた伝統的な身体治療方法で、ガラス容器にアルコール類を入れて燃やして皮膚に当てると吸い付き、その身体部分がう血状態になり、それが治療に役立つと信じられているもの。日本でも中国の伝統中国医学の一技法である、 抜け窯の影響で今でも広く行われている。韓国では、不幸治療、または、カッピングセラピーと呼ばれており、不幸を患部に吸着し吸引して、血流の量を増やす、伝統的な民間療法を言う。ロシアでは、真空バキュームセラピーとも呼ばれ、伝統的な治療法として、一般家庭でも行われており、その歴史は、ルーシ時代に遡る。 イヴァン三世の王子が痛風の治療後に死亡した際にその原因としてカッピング療法が疑われたことから一時期した日となるが17世紀頃には医師による物理療法の一つとして一般的となったフランスにはスライドカッピングと呼ばれる手術がありセルライトの緩和などに利用されている2016年のリオデジャネイロオリンピックでは マイケル・フェルプスはじめ複数の選手が手術を受けていると報道された。ムンジェイン政府の医療政策、ムンジェインケアは成功しただろうか日清基礎研究所、2021年2月16日閲覧。マリーナ・コレバ、タチアナ・イワシコバ、ダ、メイド・イン・ソビエト、20世紀ロシアの生活図鑑、神永英介 王の聖子役彗星者2018年第1冊、ISBN9 兆7848億100万3224ピアニッシも、52から53、ハーパーズバザー2017年1.2月合併号、ハースト夫人が放射、249ページ、リオ五輪で、流行の、水玉両方丸いあざに潜む、危険性。 フォーブスジャパン2016年8月10日閲覧。ありがとうございます。